2月のところちょっと予定していいですか。まあまあもし何かあればまた。ですけど、いいじゃないですか。まあ。また次あたりはね、頭にその実行委員会というか受け入れ体制のことを頭に入れてもらってて、その人たちにも出てもらってもらうとかっていうのが必要だよ。そうすれば、まあ、場所の問題はずっと置いといても、はい、そのあれですか、お地蔵さんのこう形とかは、例えば、地元の首長さんとか、はい、まあ、あるいは我々とかが関与して、ある程度こう自由にデザインを決められるとかなんとかっていう話になるんですか。そうです、はい。ただ、まあ、私たちは、いろんな方法ですけど、全国からなるべくたくさんお金を、集めるということをしますので、お金を集めてしまったらお願いしますということではなくて、一緒にという。それから、初めからずっとその岩手県福島まで、一つのその造産プロジェクトを通じて皆さんが、作ってもらうことなので、一つだけこうかけ離れたとかそういうこともいけないなと思いますし、ある程度も同じようなそういった形もいいかなと思います。そんなに、でも造産、奇抜なお造産だとか特別変わった形になるっていうことも多分ありませんし、その辺はやっぱりこう自分としてこういうのがいいな、例えば、女性でお母さんから話を聞けば、お子さんだけしたお母さんがいれば、どうしてもその子供さんを与えたような、お嬢さんがいいなというのがあるでしょうし。いるとした場合にも、その今すぐというのではなく、いずれ村の復興計画なり、整備復旧のあれが落ち着いてからの、2、3年後とかに、実際、建てるという。はい、ことでよろしいですか。そうです。もう前の話ではありましたし、ですので、私たちはとにかく全国声かけとかなんですけど、その、もちろん町の復興計画もあるでしょうから、町や町の復興計画もあればそれに沿って、で、うちの方はその地元の方の思いっていうのを決めるので、そのやっぱ3社がちょうどピタッと揃った時が一番いいと思っています。ですから中にはもちろん統計が可能だなと、お題もこうなるというところももちろんありますし、それは私は急いで動こうということじゃないので、そこは合わせて行きましょう。復興が終わってから場所が、どういうふうになるのか、あれなんか、まだね、進化したけど。一つの考え方だと思うんだけど、場所的なのは、野田村の場合はその、都市公園というか、はい、その要するに、住宅をもう建てられない場所に都市公園を計画しているんですよ、はい、で、そうすればそこの中にそういうモニュメントみたいなのを多分作ると思うんですが、一つの考え方とすれば、その一角に場所を確保してもらってて、そこに建てると。今、こっちの言うように、津波が来てまだ流される場所だったら、ちょっと問題があるんじゃないかっていう話とも、含めてですね、それでなかったら、あるいはその、大体この辺まで来たよっていうような場所の中から選ぶとか、大したスペースじゃないでしょうから。あそこら辺が、全部復興しからという話で、ずっと東部の話でしょうから、そういう話、今回あるのであれば、やっぱりこの場所で、決めてもらって、さっき言ったように、都市公園の一角にするとか、あるいはそこで問題があるんだったら、到達点とか、あるいはもっと高台で見渡せる場所がいいとか、なんとかっていうことでこう絞り込んで。ベイスターズの中田清さんのすごい見まして、俺はこう来たんだなって言って、どんな上映方声をしてきたんですけども、監督になりまして、それが全くそういう動きがすることもあ
福岡大学も一生懸命、もう毎月被災しないと一生懸命活動しています。そのところから、まあ、いろんなプロジェクトの中に賛同者の方々の、福岡さんの方々としてもお名前書いてありました。まあ、中田さんですので、まあ、巨人軍のプロ野球関係には全国球団の監督は、ね、まあ、お願いというか、その賛同してねということをお願いしまして、まあ、中日ドラゴンズ、ソフトバンク、ホークス、西武ライオンズ、まあ、巨人はこの原監督、小山先生、長嶋茂さんに協力しましょうということで、お願いしています。ダニエル・カールさん、